今日はですね、僕が今最近すごくハマっている卓球で、皆さんと勝負していきたいと思います。それでは行きましょう。それではですね、今日僕に挑戦していただける先生の皆様方をご紹介したいと思います。はい、こちらです。これは何をしているんでしょうか。なんか気合い十分という意思表示なんでしょうか。はい、はい、よろしくお願いします。今日はですね、こんな感じでちょっと、卓球選手権ということで、中部ナンバーワンを決めるビッグイベントですね。お、はい、やります。なんか、はい、ちょっと僕の名前がちょっと取り掛かってますけど、はい、そうですね、隣、スポンサーではないんですけど、はい、じゃあこんな感じで卓球選手権ということで、みんなで頂点を目指して頑張っていきたいと思います。囲碁棋士のヤンウォンケイです。はい、そして西岡正夫です。はい、はい、はい、というわけでね、はい、今日の企画はなんとスペシャル企画ですよ。なんと、はい、卓球と囲碁のミックスルール対決、はい、イエーイ、はい、始まりましたね。始まりましたね。どんな企画なんですか、今回は。はい、今回はですね、なんと、こっちにここに、ね、今ボードに並べてある石たちが、石たちっていうか、まあ石、はい、黒と白がね、3つずつ並べてあるんですが、はい、でこれをですね、そこ、まあ、みんなに向こう側で卓球のラリーをして、まあですね、でラリーをしながら、どこかっていうか、ずっとラリーをして
ている中でこれを見て瞬時に覚えていただくというわけですね。はい、で覚えて分かったよっていう人はあの挙手をしてでこっちに来てでそのまま再現してもらいます。あ、そうか、再現する前に隠さないといけないですよ。忘れちゃいました。隠した状態で並べて、はい、卓球のラリーが始まったと同時にこれを外します。はい、で始までこの状態でラリーをしながら暗記していただいて、はい、でいち早く覚えてこっちに来られた方が方にまたこれをこうやって崩しますから、そうですね、この状態でまた再現してもらった、再現できたら勝ちという単純なルールとなります。ね、こんなに簡単なまあね、形を暗記するなんて、ね、囲碁棋士のもう基本中の基本ですから、初歩的なことです。初歩的です。これやれないと、え、なんでプロになれたのって言われます。はい、もうそう言われてもおかしくないですね。はい、まあ誰でもできて当然、そうそうそう、はい、そうなんですよ。はい、僕やらないんでね、こんなことをずっとね言えてますけどね。え、あなたやるんですよ。ええあ、ちょっと僕も入ってる。そうなのに頑張ります。はい、はい、ということで、早速やっていこう。はい、行ってみよう。はい、というわけで早速プレイをしていきたいと思います。今回プレイするのはジャンボンケーサンダーこれはね、僕天才的に強いですちょっとね、みんなの格好してるかもね。まあ、このように行き止めやすいということで、はい、と対する挑戦者大竹優子なんです。イエーイさて、意気込みをお願いします。ジャン先生の胸を借りる気持ちで頑張りたいと思います。全然胸を借りるさあ、今回は中部の若き生きるね、大竹優 VS、はい、背が高いだけのジャン・ボンケーサンダーということで、ラチューブのハリー・ポッター VS チューブの若手ということでやっていきたいと思います。ハリー・ポッターです。はいじゃあ今回は黒い人、白い人を3つずつで暗記していただきます。はい、はい、ラリーが始まったと同時に開きますので、この話を覚えていただいて、はい、でいち早く暗記してこちらの方に向かってください。はい、というわけで早速やっていきたいと思います。よし、はい、お願いします。じゃあ早速形を坂尾マリー初段に作っていただきたいと思います。ではお願いします。やっぱり大学先輩に変わってるんですかあの、ほんとに言うはい、では、できました。まあ、準備よろしいですか。はい、はい、はい、では、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、この先言うことは早かったですね。じゃあ、早速、やっていきたいと思います。あ、ブリブリ、どうせこの子。はい、どうぞ。正解です。正解です。え、これ、ふにゃっ。ふにゃっ。まあ、ないね。ふにゃっ、ボケ。ふにゃっ、ボケ。ふにゃっ、ボケ。あ、一瞬回そうとした。うまく記憶かな。まだ分かりやすいボケをお願いします。ありがとうございます。はい、というわけで、まあ、一瞬3つでは余裕です。はい、じゃあ続きましては、まあ、3つじゃね、4つでストロイということで、まあ、4つずつにしてね、やっていきたいと思います。はい、お願いします。え、歯医者続けていいんですか。はい、続けていいんですよ。やった。では、準備する。そうですね、まあ、4つでもどうですか、先生方、余裕ですか。まあ、そうだね、今やっぱり、美味しさ見て、そうだから黒と白、黒と白はもう瞬時の範囲、もうあのね、見なくても分かるぐらい、もうあの感じ取れる。まあ、ちょっと何言ってるかね。まあ、両親余裕ということで、まあ、まだまだ余裕が見えてますけど、いつにアタックしてもらうか見ていきたいですね。
さあ準備ができたというわけで始めていきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。大竹五段が手が上がりました。全然頭の中に入ってしまった。やばい。さあ、どうでしょう、大竹五段。やばいという言葉は聞こえましたか。やばいですね。やばいですね。さあ、思いたいでしょうか。思いは覚えてるんですけど。さあ、あと2つ。はい、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 おい、おい。まあ、これが解けなかったら、山先生に解答権が移り渡りますが。いや。いや。はい、はい。はい、失敗です。どうしたの。さあ、あれこれは違う、両者惜しいですが不正解という形でこの企画は終了です。いよいよしは3つずつしか覚えられないです。検証結果になりました。もう一度ロシアに出ましたいつでも正解は、あ、そっちか。一瞬ミスということで、まあまあ、僕は2人だから、じゃあ僕は勝ちだよね。いやいや、そんなルールはありません。ダメです。はい、というわけで、このままで終わっていいんですか、先生方。いや、終わるわけでいい。終わるわけでいかない。そんなもう、ダメ。はい、ここまでは帰れない。親が合わせる顔がない。まあまあ、初めての企画ですから、まあ、泣きの1回というか、泣きの1回お願いします。はい。で、本当に覚えられるというところを見せてやってください。はい。はい。では、早速準備します。精神統一ですね。失敗して。石何個ですか ?4 個ずつです。4個です。さあ、さっきと変わって気合十分なお二人、目をつぶって精神統一している時間になります。さあ、これは対局前によく見るルーティーンですけども、今日の朝何かずるずるいわ。何か難所が始まったんですか。先生は何か納豆とキムチとご飯と味噌汁と魚、日本人で言ってみたら一体何の話をしてるのかよくわかりませんね。さあ、4つ並べ終えたというわけで早速ゲームを始めていただきましょう。では、よろしくお願いします。ボロボロさん、ボロさん、ボロさんって言ってないけど、勝手に言ってよ。何のための精神だったの。お願いします。はい、というわけでやっていただきましょう。正解です。果たして問題から速かった。さて、経路の速さがですね、はい、まあ、分かってたんですよ、これは、うん、これはね、やっぱりね、さすがはね。はい、これ本番、本番です。
素晴らしい。一応5点になりました。
先生頑張れ。相手は大竹君ということで、僕の、弟弟子でもある、今、もうそれは多分日本で一番強いんじゃないかと個人は思ってるんですけど、そんな大竹君がなんと僕に挑戦してくれるということで、はい、気合い入れて頑張りたいと思います。ヴィアン先生は吉岡門下で同じ、同じ吉岡門下でお兄ちゃん的存在なので、ケチャミチョにしてやりたいと思います。応援よろしくお願いします。え、もう一回言って。残ったお兄ちゃんね、私たちの方がこれ
こんな感じで優勝することができました。みんなね、やっぱり囲碁だけ強いみたいですね。僕の相手ではなかったです、正直。はい、まあ、また挑戦してくれるといいっすね。はい。というわけで、ありがとうございました。いい、ありがとうございます。